こんにちは、神戸です。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、手ぬぐいの使い方ですよね。一般的に、私みたいにこういうふうに、これは無地なんですけども、紺色の手ぬぐいを持ってみたりとか、非常にこう吸水性もよくって、和ざらしっていう洋ざらしじゃないんでね、すごく水分を吸収するんですよね。すぐだから手が乾く、手をすぐ拭えるっていうのが特徴なんですけども、そういった使い方の延長線上に頭に巻くっていうのがあるんですね。これは夏場なんですけども、よく作業なんかするときにもそうですけども、炎天下で作業するときにはこういったものを頭に巻くっていうことで、汗の吸収もよく、なおかつ直射日光を避けれますので、熱くならないということですよね。それからこんな使い方もできます。であと、ペットボトルをカバーしてみたりとか、いろんな使い方ができます。ですから、私どものトップページ、手ぬぐい観音のトップページにも使い方とか、いうのも出てますので、またね、ぜひ一度ですね、そういったものも参考にして、使い方考えてみてください。よろしくお願いいたします。